やめとこう。今回はそこまでのつもりで来てない。目的はもう達した。一旦戻ろう。説明はその後だ。あれ、何、なんかいるよ。メメントスに人間、白い服の少年。あ、え、これはどうだ。人間なのか。すんげえ後ろの車かわいい。なんか飲んでね。ん、変な気配がすると思ったら。お兄さんたち何者。いや、こっちが聞きてーよ。いや、こっちが聞きてーわ。そうだったね、ごめんなさい。名前を聞くときは自分から名乗るのが人間の礼儀だ。やっぱ人間じゃないんだ。ご指摘ありがとう。タヌキじゃない、猫さん。迷うんじゃねーよ。つかどっちも違う。迷った挙句、せっかくいい方を取ってくれたのに違う。いや、そこは迷うだろう、普通に。うん、俺も迷うと思う。僕の名前はジョゼ。花を探してるんだ。ジョゼ。でも驚いたな。お兄さんたち普通の人間でしょ。こんなところに来られる人もいるんだね。まあ我が輩たちが特別っていうか。で、そうじゃなくてだな。お前は何者なんだって話だ。いや、そうよ。花を探してるって言ってたけど、さっきのやつのこと。そうだよ、綺麗なお姉さん。ああ、いい、見る目あるな君。ジョゼ、僕は人間を勉強しなきゃいけなくて、あの花をいっぱい集めたいんだ。勉強ってさっきのジュースにして飲んでたやつか。そう、花のジュース飲むことが勉強になんの。ねえ、お兄さんたち、僕の勉強手伝ってくれないかな。手伝う？花を集めてきて、それを僕に譲ってほしいんだ。おー、もちろんただでとは言わないよ。この場所はいろいろと役立ちそうなものが落ちてるみたいだし、僕が拾っておくから、お兄さんたちが集めた花と交換しようよ。あ、はい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 、物々交換か。花集め手伝ってだと。あ、いいんじゃない。我が輩たちにもメリットはありそうだが、相手は正体不明の子供だ。ここは慎重に。いいんじゃない、手伝ってあげようよ。だってどの道ここ来るしね。困ってるみたいだし、探索ついでに花集めるぐらい難しくないんじゃない。他に理由は。綺麗って言われちゃったし。あこれミーサモナ落ち込んじゃったじゃん。もう落ち込んじゃったよ。すんごい顔してこっち見てるもんなって、モナが。すごいよ、ほら、こんな顔して俺の方こんがらしてるもんなって。助けてって顔して。お前どうよ。どうかな、お兄さんたち、花集め手伝ってくれる。うん、まあ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 、ありがとう。待て待て、こいつが何者かまだわかんないだろう。お前もありがとうとか言ってんのって。猫さん疲れてるの。すごくイライラしてるけど。ほら、かわいそうに。猫じゃねえし、イラついてねえし。わかった、お腹空いてるね。そういうイライラ僕勉強したから知ってる。よかったらこれどうぞ。かわいいクッキーだ。気持ちだけもらっとく。気使われてんじゃねえか。乾杯だな。もう負けたぞ、モナ。ああ。僕もこの中で花を集めてるから、見かけたら声かけてよ。あと、ただ花を集めるだけじゃつまらないでしょ。人間は遊びが好きだって勉強したから、面白そうな仕掛けを準備しておくね。いやー、それはいらないかな。と思い出した。勉強して覚えた人間の挨拶。お疲れー。あ、お疲れー。何だったんだあいつ。人間を勉強ってことは人間じゃないのかな。まあそういうことよね。いい子っぽかったけど。まあ
あいつからシャドウの気配はしなかった。少なくとも今は危険もなさそうだな。さっき言ってた花、それ見っけたら拾っとくか。何？ねえ、渡すもの？この前探索してたら変なものを拾った。ほ、星？まあでも星っぽいっちゃ星っぽい。あ、星に願い事する。お星様はお願い事を叶えるもの。だからこの星もお兄さんたちの願いを叶えてくれる。待てよ、願いを。あ、いいよ、レカよ。じ、あ、必ずではないんだね。ね、お近づきの印ってやつ。はい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 。お疲れ。あ、またお疲れ。あ、お疲れ。どんどん行っちゃうの。向こうのペースよ、もう。あ、願い事。パフェ食べ放題、カロリーゼロで、おざーす、牛丼特盛り、豚汁付き。いやまあそりゃ何も起きねえだろう。だってパレスの中だよ一応。これね、現実世界で起きないでしょう。の願い事が下品すぎたんじゃない？ああいや、二人とも私利私欲よ、もう。おい、分かった。さてと。そうね、戻るとか。オーケー。メメントスな。しかし、よくわかんねえ場所だったな。んで、最後に見たあの壁みてえのは何だったんだ？詳しくは分からんが、あれのせいで一定より深く入れなかったんだ、うん、だが大衆のパレスなら、大衆が我が輩らを信じたり受け入れたりすれば影響はある。なんでモルガナはあんな場所のことをいろいろ知ってんの？どうも記憶がはっきりしないんだが、メメントスの奥がどうなってるのかどうしても知りたいんだ。どうしても。前の記憶とか。メメントスはみんなのパレスだが、同時に全てのパレスの源でもあるんだ。昔は鴨志田の城みたいな、あんな一人が支配するパレスなんてなかった。だから歪みの大元であるメメントスを何とかできれば、我が輩のこの姿だって。モルガナも助けて欲しかったんだね。手駒が欲しかっただけだ。いや、素直じゃねえな。うん、トゥンデレか。そうか、だから俺たちにちょっかい出してきたのか。私協力してあげるよ。なくしたもの戻るといいね。よろしく頼む。ところでモルガナってさ、男？もしかして女？車かも。男だ、女だ、車かも。男じゃない？だよね。念のため確認したかっただけ。意外と年食ってるやつかもな。加齢臭すごかったりして。やめろ。ああ、これ選択肢によって返答違ったかもな。っていうか、男に決まってんだろ。おーおーおー、自分で言うのかい。だって我が輩は何？いや、なんでもない。話は終わりだ。ともかく小物の改心はメメントスでできることが分かった。目につく情報があったら実践練習のついでに退治するのもありだな。これ、めちゃめちゃ言っとこう。他に目ぼしいのはいなかったけどね。レベルはどんどん上げた方がいいな。大物を改心させて怪盗団の名前を売れば、そんなもん山ほど書き込まれんだろう。俺らの目的はあくまで大物だぜ。
早く大物見つけねえとな。まあ、あそこで言ってた、まだらめか。まずは試験を乗り切らないとな。ああ、テストだ。勉強しねえと。俺も勉強嫌いだった。マジで勉強嫌いだった。本当に本当に嫌いだった。もう本当に嫌いだった。オッケー。独自のパレスを持たない小悪人たちを感心改心させたいとき、このメメントスが舞台となります。次のターゲットあれば、おお。今の大丈夫？今の大丈夫？お、つか中原？余裕。これで次のものやれば俺ら絶対目立つな。ちょっと、それじゃ目的変わってるでしょ。目立たないと弱いやつらにも勇気与えられねえじゃん。いや難しいところだね。難しいところではあるな。まあ確かに、まあ確かに、まあ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 、まあ、ほらな、間違ってるわけじゃないけどさ、鴨志田の時みたいな理由がないのにいいのかな。首突っ込むなって話か。困ってるやつがいたら助けるのが筋だろ。私だってそう思ってるよ。今回はスターカーのことを解決できたし、ごめん、解決できて嬉しかったし。つかそのためのペルソナだろ。もうだってそう思うよな。まあまあまあ、助けたいのは一概だな。それは私も同じ。あんま迷ってる暇ねえぞ。まだらめとかも気になるし。わかった。でも調子に乗るのはダメ。目立つのもやめてよ。テストで全部赤点とか。やべ、勉強全然してねえ。そういや、星だっけ、ジョゼとかいうやつがくれたの。あれ全部テスト満点になったりしねえかな。いや無理でしょ。赤点会議だけでもいい。そういう問題じゃない。てかそんなに、そんなことに使いたくない。自力でテスト頑張んなよ。今ならまだ間に合うし。へえ。どうした？メメントス。オッケー。一旦動画の方終わりたいと思います。それでは次回もお楽しみ。バイバイ。